死の歌が伸びるように。ずっとこう死の歌が伸びてますよね、メロディーがね。で、そのイメージをずっとつなげていく。今、ドが伸びてます。例えば、あんまり強く。こう入っちゃうと、もうこれ、フォルテこれ以上も使えなくなっちゃうんで、わざと弱い音で。で、これ、もう一つの利点というのは、弱く弾くと、左手本当にもう力入れなくて、楽にもこう手抜きで見えるんで、弱くやって、またピアニッシモ。っていうふうに使うと、ピアニッシモってのはすごい、聞かせどころなんですよね。弱い音ってのは強い音じゃなくて弱い音で聞かせる、恋人にこう語って聞かせるような感じで、本当にもう優しくやる。それすごく効果があるんですね。で、そこからまた今度は強くするって、自分なりにここ考えて、この部分はピアニッシモ、弱い音を使おうとか。その代わり、これは曲の中盤部分の模範演奏です。今の演奏の24小節目のところは、2拍目と3拍目の間に間を取り、フレージングを特に意識して演奏しましょう。また曲の終わりは、ピアニッシモに向かってだんだん弱く演奏していくと良いでしょう。